皆様こんにちは。スバル商品企画本部の竹内でございます。早速ではございますが、新型スバル XV についてご説明をさせていただきます。まずスバル XV の紹介の前に、簡単に弊社のクロスオーバー SUV への取り組みを振り返らせていただきます。ブランドステートメントのコンフィデンス・イン・モーションで歌っているように、スバルはコア技術であるシンメトリカル AWD を中心に、安心と楽しさ、これを全ての車で提供しております。シンメトリカル AWD は水平対向エンジンの採用による低重心なパッケージングと、左右対称のシャシーレイアウトがもたらす重量配分の良さが、走る楽しさ、安心安全の実現に欠かせない独自の構造であり、スバル固有の技術でもあります。 SUV というカテゴリーの車は、荒れた路面や急な登山路への進入を可能とするために、地上高を高める必要があり、車両の重心は高くなりがちです。しかしシンメトリカル AWD を持つスバルは、クロスオーバー SUV というカテゴリーにおいて独特なレイアウトを生かしながら、低重心設計を徹底的に追求した結果、オンロードでの運動性能と十分な地上高によってもたらされる走破性等を高い次元で両立させることがを目指し、実現をさせてまいりました。1995年にはすでに走行性能、グランドツーリング性能で高い評価をいただいてきたレガシーをベースに、クロスオーバー SUV という新しいジャンルの開拓をしてまいりました。アウトバックの発表でございます。その後も1997年にはフォレスターを発表し、スバルの SUV イメージを印象づけてくれました。昨年4月にワールドプレミアを行い、日本では11月に発表いたしました新型インプレッサは、発売以来各市場で大変好評をいただいております。またスバル XV はすでにヨーロッパ、オーストラリア、中国、ロシアなどの地域で販売しており、北米においても先月よりデリバリーを開始いたしました。グローバルにおけるインプレッサシリーズは、スバル XV も含め今年度だけで約64,000台を販売しており、前年同期比 185% であります。そのうちスバル XV が約 26% を占めております。これはダウンサイジングの傾向やエコへの関心が高まっている中、ベストバランスの車としてスバル XV を含めインプレッサ全体が認められている証であると捉えております。日本市場においてもダウンサイズ、エコという観点で車選びの傾向は変わらないものと思っております。新型インプレッサの日本への展開は、4ドアの G4、5ドアのスポーツを市場に浸透させていきました。そしてスバル XV は、お客様や世の中の状況を理解しつつ、日本市場にふさわしい性能の作り込みを行い、本日ここに満を持して発表させていただく運びとなりました。新型スバル XV の商品コンセプトはアーバンアドベンチャーです。ここでいうアドベンチャーは、道なき道を行くようなアドベンチャーを意図したものではありません。ことに日本は成熟した自動車社会です。どこへ行くにも便利で、どこへ行っても舗装されているといった都市的な生活を私たちは送っております。いわばアーバンな車環境の中で暮らしているというわけでございます。そこからいつもの生活がちょっと刺激的になる、いつもの街がちょっと違って見える、週末の遠出が楽しみになる、何か新しいことにチャレンジしたいという気持ちを高揚させる、そういう意味でのアドベンチャーをイメージしております。スバル XV を所有していただくお客様に、ワクワクする気持ちを感じていただけるような車にしたいという思いを、アーバンアドベンチャーというワードに込めてまいりました。まずはデザインをご覧ください。スタイリッシュでスマートな都会的なフォルムと SUV の機能性、力強さを併せ持ったスタイルといたしました。例えば独創的なデザインのアルミホイールや専用にデザインされたバンパーなど SUV らしさと楽しさを表現しております。 200mm という十分な地上高とスリムなボディシルエットが醸し出すスポーティーでコンパクトな佇まいが新しいクロスオーバー SUV の姿を提案いたします。このプロポーションはデザイン面だけではなくスバル XV の特徴的なパッケージングにも生かされております。移動先での駐車スペースの確保はどこにお住まいの方でも大切なことです。車高を 1550mm に抑えつつ乗り降りのしやすさにも配慮したパッケージには日本における日常の便利さを考えたものであります。スバル XV は言うまでもなく運動性能、環境性能、安全性能などお客様のご期待に十分にお応えできる数多くのベネフィットを持つ商品であります。運動性能は先ほど申しました通り低重心で重量バランスに優れたシンメトリカル AWD によってスバルらしい安心の走りを提供してまいります。環境性能では第3世代となりました水平対向エンジンとリニアトロニック CVT を組み合わせたパワートレインを搭載し、さらに走行抵抗の低減などによってクラストップレベルの燃費性能を実現いたしました。安全性能ではスバルがこれまで取り組んできた高いアクティブセーフティー、パッシブセーフティーの性能を持つとともに大変好評な先進運転支援システムである EyeSight バージョン2も発表と同時にラインナップいたしました。最後に価格とグレードラインナップについてご説明いたします。210万円台から始まる魅力的な価格設定といたしました。ベーシックな性能を備えた 2.0i、 充実装備の 2.0iL、 さらに EyeSight を搭載した 2.0iL、 EyeSight の3つのグレードを用意いたしました。カラーバリエーションはアクティブなイメージを演出する専用の2色であるタンジェリンオレンジパールとデザートカーキの2色を加えまして全9色のカラー展開でございます。スバル XV は SUV を初めて検討される若いお客様や女性の方、ミニバンを卒業されたお客様などに選んでいただきたい商品として開発してまいりました。アバンアドベンチャー、新型スバル XV をどうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。